花咲くいろはの聖地は石川県です。まずは金沢駅周辺です。次は金沢駅からバスで約50分の湯涌温泉です。そして最後は金沢駅から電車で約2時間の西岸駅です。金沢市は城下町の面影が残る人気の観光地です。加賀藩主の前田家による文化奨励政策により、金沢にはさまざまな伝統工芸品、美しい庭園や建物が残っています。今回は花咲くいろはの聖地の他にも金沢の素敵な景色をお楽しみください。スタートは金沢駅、まずは西口に向かいます。金沢駅西口は友人の結婚式に出席しているトールさんをお花が探しに行くシーンで描かれています。兼六園口に向かいます。駅前はもてなしドームという名称のガラス張りのおしゃれな広場になっています。金沢駅のシンボル、鼓門です。ここは別院通り入り口交差点、お花がトールさんを探しに行くときに通った場所です。次は大見町市場に向かいます。地下道をくぐると大見町市場です。ここ大見町市場は約300年の歴史がある市場です。ここでは日本海で獲れた新鮮な魚介類をはじめ、地元の野菜や果物、精肉等が売られています。またお寿司や海鮮丼などのグルメやデザートなども食べることができます。花咲くいろはの作中では、トールさんとミンコが食材を買いに来る描写がありました。人気の回転寿司、もりもり寿司です。タッチパネルは英語、中国語、韓国語に対応しています。ここは小山神社です。ステンドグラスのある神門がこの神社のシンボルです。この神社は加賀藩の藩祖前田利家とその妻松を祀った神社です。この辺りは香林坊というエリアで、ナコが服を買ったのはこの辺りです。次は香林坊のすぐ西側にある長町武家屋敷跡に向かいます。ここは長町武家屋敷跡、城下町金沢ならではの風景が続くこのエリアに足を踏み入れると、まるで江戸時代にタイムスリップをしたような気分になります。内部を公開している屋敷やおしゃれなカフェ、九谷焼などの工芸品の店などがあります。時間が許すならばゆっくりとこのエリアを観光することをお勧めします。そしてこの地方には加賀友禅と呼ばれる伝統的な着物があります。加賀友禅をレンタルしてこの街を歩いてみてはいかがでしょうか。この辺りは片町というエリアです。アニメではこのプレーゴ内にあったカフェでお花たちがお茶を飲んでいましたが、
残念ながら現在は閉店してしまいました。ここは片町通りの入り口です。この商店街はナコがナンパされた場所ですが、放送から10年以上経過しているため風景が少し変わってしまいました。次は金沢城のすぐ近くにある椎の木迎賓館に向かいます。椎の木迎賓館に到着しました。ここ椎の木迎賓館はお花が結婚式に出席していたトールさんを迎えに来た場所です。それではあそこに見える金沢城を観光します。金沢城に行くには一度兼六園の前を通り過ぎ、一橋を渡らなければなりません。金沢城はもともと織田信長と対立していた本願寺が建てた小山御坊という要塞がベースになっています。小山御坊は織田家配下佐久間信盛によって攻め落とされて金沢城として再建され、後に前田利家がこの城を治めることになりました。とても美しいお城で、前田家の美へのこだわりを感じ取ることができます。それでは次は兼六園です。兼六園は金沢で一番有名な観光スポットです。兼六園は水戸の偕楽園、岡山の後楽園とともに日本三名園の一つに数えられる美しい庭園です。こたつの口から外に出て金沢美術工芸大学に向かいます。金沢美術工芸大学は光林高校のモデルです。金沢美術工芸大学に到着です。関係者に迷惑がかからないように見学をしましょう。次は湯の先温泉のモデルとなった湯涌温泉に向かいます。天徳院前バス停でバスに乗ります。バスは約40分で湯涌温泉に到着します。今回は湯涌温泉の一つ手前の柴原バス停で降車しました。ここは観光協会の横にあるいろは館です。
は福神橋です。アニメではこの橋周辺の描写がたくさんあります。新橋を渡ってすぐに旅館百楽荘いろはがあります。ここはゆいなのおばあちゃんが経営する服屋のモデルとなった旅館です。福神橋まで戻ってきました。温泉街はここをまっすぐですが、喫水荘のモデル白雲楼ホテル跡地はここを右です。僕はここが喫水荘のモデル白雲楼ホテルの跡地と勘違いしていましたが、白雲楼ホテルの跡地はもう少し登ったところにありました。東洋一のホテルと謳われた白雲楼ホテルもすでに取り壊されてしまっています。白雲楼ホテルの様子がわかる YouTube 動画のリンクを概要欄に貼りました。温泉街に戻ってきました。この辺りは湯涌温泉のメイン通りです。アニメで描かれた風景とは若干一致しませんが、雰囲気はそのまんまです。ここは日帰り温泉白鷺の湯の前の広場です。階段を上って進むと湯涌稲荷神社、通りを奥に進むと玉泉湖にたどり着きます。それではまずは湯涌稲荷神社に向かいます。この神社もアニメで何度も描かれていますね。次は玉泉湖に向かいます。玉泉湖はぼんぼり祭りの会場です。ぼんぼり祭りはこのアニメがきっかけで始まった祭りで、2023年は10月21日土曜日に開催されます。
せっかく湯涌温泉に来たので日帰り温泉の白鷺の湯で温泉に入って帰ろうかと思います。次の聖地は湯の先駅のモデルとなった西岸駅ですが、今日は七尾で一泊し明日に向かう予定です。兼六園下バス停で降りて金沢カレーを食べに行こうと思います。ターバンカレー金沢総本家です。金沢カレーは金沢市のご当地グルメです。特徴はステンレス皿に盛り付けたコクのあるカレーにとんかつとキャベツが乗っています。本日はここ能登鉄道七尾駅から西岸駅に向かいます。能登鉄道では現在花咲くいろはと君は放課後インソムニアのラッピング電車が運行しています。運行予定は能登鉄道のホームページを確認してください。 URL は概要欄に貼り付けておきます。海外の方はホームページは Google Chrome の翻訳機能で、 PDF ファイルは翻訳アプリにコピー&ペーストして読むと良いでしょう。西岸駅に到着です。ここは湯の先駅のモデルです。そしてここは君は放課後インソムニアでは伊佐木のおばあちゃんの家の最寄り駅という設定です。この駅は無人駅なので、帰りの切符は車内で購入することになります。木造の駅舎が良い感じです。今回の聖地巡礼はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。